place the Noctilucus jet. ガンオーテイ君のご加護を。ヨドマリー氏をここに置いてくれ。すでに宝石の加工を請け負う職人を呼んである。後で儀式に必要な器具を作ってくれるはずだ。そういえば急いでいたからまだ講師に会えてないな。職人への支払いは We will pay the travel smith when he arrives. Finger crossed till they will reimburse us. Yang mana ini?バチャラ。そうするしかないな。ところでここが操船儀式の会場になるのか。ああ、この場所を貸してもらい儀式の準備を行っている。 The right right apa ya ritual kayaknya right itu apa sih ntar rite upacara upacara、right. of the ascension took place here too, so we are just using the scene of the crime too. I already read location began making preparation for the raid. Satu aja lah. そうだ、同じ場所だ。これはリーウェ七世が黙認している。ここであんな大事件が起きたばかりなのに。あ、そういえばオイラたち容疑者だから戦艦軍には気をつけないと。でも絶雲の間から戻った後戦艦軍に狙われることはなくなった気がする。一体どういうことなんだ。それとここに残っているガンオーテイ君の体。伝統的な呼び方を用いれば先祖の亡骸だ。そうだ、その名前だ。勝利は何でも知ってるんだな。それで先祖の亡骸は七星に隠されてるんだよな。まだ犯人は分かってないんだろう。七星は犯人の心当たりがすでにあるようだ。もしくは犯人への手がかりを全て揃えたか。 It still feel very odd. Seem a bit too easy going. Very odd. Sangat aneh. そういうことは玉慶大の偉い奴らに任せておけ。彼らの心配をしてもただ悩みの種を増やすだけだぞ。儀式が行われるまで先祖の亡骸は一時的に黄金屋に保管されている。黄金屋って？リーウェ唯一の造幣局でありテイワット唯一の造幣局でもある。七国で流通するモラは全てそこで作られているんだ。いや、別に悪いことなんてこれっぽっちも考えてないぞ。ただモラクスがいる場所にふさわしいなと思って。でもなんで勝利はそんなことを知ってるんだ。操船儀式は七星に黙認されている。いわば半ば公式の催しだ。だから俺も内部の事情に一部精通している。 Again, the Jinxi provide the location and children the fun. They must have some ulterior motive. Jinxi provide the location and children the fun. Do it. それぞれの目的があるのだろう。でもまあこの商業の都ではたまに人に利用されることも受け入れなければならない。契約の神が治めたリーウェでは契約だけが裏切らない。
契約以外のことは俺は特に気にしていない。さあそろそろ儀式に必要な高校の用意に取り掛かろう。高校？どこで手に入るんだ？店で買えるのか？いや、神へ捧げる高校を作るには芸商花が必要だ。その品質も特別なものが必要になる。シルクフラワー、punya banyak kok silk flower。芸商という名の花は、その花弁が上等な繊維素材ゆえ、絹織物に多く使用されている。その香りは清らかで上品な美しさがあり、神への貢ぎ物など厳粛な場にふさわしい代物だ。また勝利が上流階級の豆知識タイムに入った。詳細は割愛させてもらおう。まずは俺と共に商人から材料を買いに行くぞ。Oke, waktunya ke bawah. Parfum tadi udah punya banyak sih gua. Eh kok parfum silk flower. Tenshu, geishoubana ってあるか？ Geishoubana? もちろんあるよ。どの種類をお探しで？一番品質のいいやつがいいよな。ゲイショウバナってそんなに種類があるのか。何も知らない他国の人間か、そんなことを聞くとは。金翼増強、山の花錦、標標たる千円、この三種類のゲイショウバナをそれぞれ一株見せてもらえないか。おお、お客さん玄人ですな。隣の二人は召使いでしょうか。召使いなら旦那様より先に口出ししない方がいいぞ。セルファン、ウスルアイネ。Well, Quest, I had it coming. This is what I get for calling Paimon emergency food. Wait, you don't even recognize me?エマルチェンシフトちゃん。さあさあご覧ください。何か質問がありましたらぜひ遠慮なく。育った環境や交配状況によって芸商花の特徴は変わるが、店主が用意したものはどれもいい状態で保存されているな。例えばこの品種、枝が生い茂り、カズイが金の屋敷に隠された美人を思わせるこの様、緑の葉が長く育ち、その多くは水の条件が複雑な場所で成長する。そしてこっちだ。山の影や湿気の多いところにある芸商花は花弁が大きく育ち、カズイが密集しているため香りが濃くなり、まさに花錦の名にふさわしい。最後の品種は枝も葉も花も密度がかなり低く、花が咲く時の香りも淡いが一番長く持つ。個人が仙人のもとを訪れるため山を登った時偶然見つけたものだ。しかし今となっては野生の芸商花の多くはリーユへの地理の変遷により絶滅している。そのため現在は人工栽培の方が多くなっているんだ。はあ、旦那は詳しいですな。私もそこまでは知りませんでした。たしなむ程度だ。こちらの旅人の方が侮れないぞ。いつか大陸を踏破するものになるだろう。 What's so impressive about that? I'm still an ignoramus onHorticulture. Satu aja lah. 褒めすぎだぞ、勝利。それで、この3種類の芸商花のうち、
どれを選べばいいんだ？店主、全部もらうぞ。またか！芝居を見るときは一番人気の役者を選び、鳥を飼うときは貴重なガビチョウを選ぶ。それが人生というものだろう。だが、今回3種類とも買うのは俺の人生の心情が理由ではない。知らないとは思うが、伝統によると品種の異なる芸商花をそれぞれ高校にし、七天神像の前に捧げることで岩王帝君が気に入ったものを選んでくれるそうだ。こういう古い時代のしきたりや一部複雑すぎる伝統は徐々に簡略化されていったがな。しかし、これは3700年間七神の一座に属してきた神の創選儀式だ。やはり伝統に従い高校を捧げることにしよう。ふん。それで、うん、モラは持っているか？モラ、またモラを持ってきてないのかよ、勝利！ I see the pattern emerging here. By this point, I'd be more surprised if he remembered. I see the pattern emerging here. どうしたら？お客さん、すみませんが、一つお聞きしてもよろしいですか？これらの花は岩王帝君に捧げるものなのですか？そうだけど。はあ、それなら早く言ってくださいよ。あのゲーセン儀式の後、私も良くない噂をいろいろと聞きました。不吉なことは口にしたくないので割愛させてもらいますが、とにかく岩王帝君のことが心配で、あの噂が真実なのではないかと気が気じゃなかったのです。岩王帝君のためならお金は取れません。私からの気持ちということにさせてください。いいのか？岩王帝君がいなかったら私みたいな一般人の住む場所などなかったのです。過去に岩王帝君が歌を作っていなければ、この芸商花だって重宝されることはありませんでした。今まで見聞きしてきたリーユへの風土や人情って、神様が与えてきた恩恵の結果だったんだな。とにかく礼を言う。これで俺たちの憂いは一つ解消した。金を忘れてきた勝利のせいだろう。いえ、ほんの気持ちですよ。あ、おた。花は手に入れたけど、これをどうやって高校にするんだ？できれば高校を作れる職人を探したいが、俺の知り合いにそのような人物はいない。うん、勝利の友達はみんなお金持ちだろうしな。だから都市の中を探してきてもらえないか？普通の家庭の女性であれば作れるかもしれない。そういうことなら、いい香りのする女性を探せばいいんだよな。まあ悪くない仕事だ。七天神像の付近で待っている。高校ができたらそこで合流しよう。冒険者協会に作れる人がいるかもな。嵐姉さんに。ラッ、hilang ngomongnya. Kedekat adventure. Lan kabel. Arashi-nee-san, tetsudatte hoshii in da kedo. Warui ne.
もう長いこと依頼は受けていないの。他の冒険者は当たってちょうだい。依頼を出すほどのことじゃないんだ。ちょっとしたことだよ。Do you know how to make perfume? You smell great. Satu aja. そういうのを使うような人に見える？なんだか小馬鹿にされた気分。でも、嵐姉さんから確かにいい匂いがするぞ。高校じゃないなら何の匂いだ？そう言われてみると確かに何か香るわね。あ、もしかしたら戻ってくる時に積んだ精神じゃない？ずっと持ち歩いてるのよ。ああ、そっか。嵐姉さんも花を摘んだりするんだな。薬に使うからよ。はい、この話は終わり。高校なら、キメに聞いてみたら？あの占い師のお姉さんだよな。うん、確かにいい匂いがしてたかも。じゃあ行ってくる。ありがとな。Sekarang di bawah. Sini ya, di bengkel. Oh, bukan. Hop. Ui, hampir. Aro? Nanika goyou kashira? Nah, chotto kikitai ndakedo. Do you know how to make perfume? Koukou ne. Fudan wa tsukawanai shi.作ろうと思ったこともないわ。化粧品に香りがついてるから、それで誤解させちゃったのかしら。普段は埠頭の付近でお店を出してるから、高校なんか使ったら下心ありありの船員どもが寄ってくるかもしれないでしょ。そうか、残念だ。でも高校といったらウグイスの手作り高校を知らないの？ウグイスって春紅葉のあのウグイス？そうよ。彼女の作る高校はお金持ちのお嬢さんたちに人気でね。彼女が作ったものは市販のものよりずっといいって聞いたわ。やった、情報ありがとう。これでまた一歩前進だな。Oke, lokasinya, pas 69 tadi tulisannya. Yap, that is my Genshin Impact gameplay. Thanks for enjoying my video and see you next time. Bye!